まあ、みんなもう、お年齢タイムやね。就寝タイム。誰が先に落ちたんだっけな。みんなね、夜行性とは思えない、普段の生活リズムって何ぐらいの速度で落ちてってたんだよな。とんでもない速度でみんな、まだ10時ですけど、みたいな、そういうレベルで落ちてった。まだ火またいでないのに、こいつら。誰だろうね、最初落ちたの。メイちゃんかな。いや、春か、春だな、どう考えても。春かも。春が、まず、いや、僕寝るわって、眠いって。それで本来は三々のさ、部屋割りだったの。だから、春、レイ、イヌイだったわけよ。でも、レイドはそのままみんなと話してるうちに、ポワポワしたまま寝ちゃったから、うん、だからもう、最初の三々だった部屋割りが、寝るときはなぜか二四になってたね。二四だった。24で寝ましたね。なんか気使われたカップルみたいになってたわ。全然春と暑い一夜、春と暑い一夜っていうか、暑いかっこ物理ね。暑いかっこ物理よ。暖房が効きすぎて暑かったわマジで。拙者が部屋来た瞬間起きた。マジかよ。もう拙者めっちゃ気使ったから、ちなみにもう本当に、いやこれ起こしたらマジでかわいそうと思って。ハルドも絶対いつも疲れてて、満足に休息取れてないから、今日ぐらいはマジ休ませてあげようと思って。うん。絶対起こしたくないって言って。鍵開けるときとかも。そう。ガチャ。一番遠回りして、猛獣、竜の逆鱗に触れないようにする冒険者一行みたいな感じで、一番遠いとこ通って、暗闇の中着替えて。ん？これ、拙者のバッグだよな。拙者のバッグだよな。ん？これ、ん？これなんだ？これシャツ？これシャツ？これパンツ？ん？ん？ん？何も見えねえやん。何も見えねえけど、まあ多分これがシャツだろう。これ、もういいや、反対。もう、表裏反対でも別に前後反対でもいいや。着替えて。あの努力はじゃあ全部意味がなかったと、実は。全部バレてたと。不審者じゃん、じゃあ。ただの、拙者、ただの不審者じゃない。マジで。羨ましいでしょ。渋谷、あの渋谷春と、あの渋谷春と、一つ屋根の下で拙者は一晩過ごしてるからね。一晩過ごしてるから。羨ましいでしょ。ふふん、私が制裁ずらするから。私が制裁ずらするから。え、あんたたち、え、寝たことある？渋谷ハルト。私渋谷ハルト寝た。